はい、本日は6月27日、今日学んだと百姓天国。はい、ということでね、きゅうりがですね、もうえらいことです。ちょっと取り切れませんね。全体の3分の1でね、もう3、4コンテナ以上になったので、ちょっともう取り切れないですね。はい、ということで、先ほどつるむらさきをね、撮影しませんでしたけど撮りまして、今回次は空心菜ですね。はい、ちょっと空心菜出来悪いですけどね、まあまあ雑草ですからそうですね、いろんなこういうご相談に乗らさせてもらってるんですけどね、農家になりたいとかね、まず基本的なことなんですけど、まず野菜がないと無理なんですね。当たり前じゃないですか。野菜という商品が、ない限り、売るものがなかったらいけませんよね。ですからこの商品が常にね、畑にある状態を作らなきゃいけないわけですよね。当たり前ですけど、トヨタさんが、日産、ホンダ、今日は車ありませんって言ったら営業マンの人困っちゃいますよね。はい、なので完全無農薬で安定して野菜を作れるというところがスタートなんですよね。なので栽培をできるとかできないっていうレベルにいるようではね、たまたま大きい注文が入った時にありませんって言ったら、もう二度と取引なんかないですよね。そんなに甘くないわけですね。今時無農薬だからどうのこうの、そんな価値はありませんね。皆さんヤフー見りゃ分かるでしょ、いくらでも余ってますよね。なので常に畑に野菜があるという状況を完全無農薬栽培で、できるかどうかっていう、まずそこからスタートなんですよね。でできて当たり前なんですよ、売るんですから、ですよね。なので今年はできた、今年はできなかった、それではダメなんですよね。なので1年や2年でその状態に行けるかしたら、やっぱりそれはなかなか難しいわけですね。はい、ただ私のやり方でやれば必ずできるようになりますね。で調子が良ければね、3年で1000万いく人いるんですから、そんなに難しいことを言ってるわけじゃないんですね。要は、ウヌマを管理しましょうっていうことを言ってるだけなんですね。なのでそれをね、愚直に信じてやっていただければプロにちゃんとなれますね。それはもう断言してもいいです。で土作りではありませんね。皆さん土を作って、土だけ作ってたら5年10年すぐ経っちゃいますよ。野菜を作るんですよね、土を作ってるんじゃないんですよね。はい、そこのところがね、まあわからないとずっとプロにはなれないんですね。私たちは野菜を作ってるんであって、土を作ってるわけじゃないですから。でじゃあ土が完成しなければ野菜できませんか、そんなことないわけですね。私1年目2年目で今日おそらく設定野菜13、14品目、今畑に20品目ぐらい野菜ありますね。そういうケールだとか黒キャベツ、これはもう春で出そうと思ったら出せますけど、出せません、出しませんね。いくらでも今畑には、1年で一番野菜が豊富にある時期ですよね。当たり前のことです。それは商売するんで、してるんですから、商品がなくてどうするんですかね。なのでまずちゃんと作るってことなんですよね。だからそこ行くまでにできるだけ時間かけずに、できれば3年以内に行ってくださいよって話なんですよね。はい、でこれが家庭菜園レベルね、100坪200坪でしたら1年目からバッカバカできますよと言ってるわけですね。実際にそうやってね、皆さん私のやり方をこうやって真似てね、1年目から家庭菜園やってみてね、通路を防草シートで押さえたりしてやればできるでしょ。はい、劇的に変わるんです。たったそれだけのことなんですよ。別にそんな深いノウハウはないんです。その深いノウハウはもっと先の話なんです。はい、なのでまずね、ちゃんと普通に野菜ができる、常に畑にね、さて野菜があるという状況を作るというところからスタートするんですね。でその次の課題が売るというところなんですよね。当たり前ですけど、でどうやって売るんですかって、そんなのはないんです皆さんね。こうやれば売るね、一生懸命勉強しましたね、大学の医学部に入りました、国家資格取りました、お医者さんになりました。そうしたらある程度ね、あ、お医者さんですかと、あるいは弁護士さんですかと、
国家資格を持ってらっしゃいますかって言ったら自動的にそういう道があるわけでしょ。それとは違うんだってことですね。あの田舎に行ってね、2ヘクタール3ヘクタール野菜作りました、あー無農薬で作っておられますか、それはそれは素晴らしいと言って業者が寄ってきてくれますかね。違うんです。あなたが売り込みに行かなきゃいけないんです。あなたが売り先を探さなきゃいけないんです。自分のお客様を掴むしかないんです。そうですよね。私は私のお客様を持っておりますねっていう風にしてやっていくしかないんです。こうやれば必ず売り先がある、そんなのないですよ。だから試しにね、メルカリ、ヤフー、アマゾン、どこでもあるじゃないですか、売ってみてください。そういうので試してみて、あ、売れないんだ、大変なんだ、クレームが山ほど来るんだね、そういう世界を体験して、じゃあはい、あなたはどうするんですかと、そういう話になってくるわけですね。ないんです。こうすれば必ず食っていける方だって、それがもしあれば やってる人はいるわけじゃないですか。みんなやめていくんです。なぜですか。売れないからですね。だから売るというところにね、だからそういったノウハウも含めてある程度のことはね、こうやって講座内でもお話ししますけど、結論から言うとね、こうやれば必ず売れるところなんていうのはないんですね。だったらあなたが自ら業者になって、あなたが問屋になって、スーパーだとかなんとか仲卸しをしてみてくださいね。いろんなことが見えてきますね。そういう話です。でもね、3つ目最後に言わせてください。はい、ここが一番言いたいことなんです。私のようにこうやってね、日本の田舎である程度食えるようになって、専業農家になれれば、はい、皆さんおめでとうございます。オーガニック農業の楽園ができるわけです。いいですかね。私には上司も部下っていうかね、研修生いますけど、上司も部下もいませんね。お世話になってる人ももちろんいますけどね。だけどいわゆる会社内のそういうめんどくさい、そういう人間関係ありませんね。そういうことが嫌でこういうことやってるわけですから、ね、自前のお客様も持っておりますね。そしたら本当に種まきから販売のところまで全て私がね、自分でコントロールしております。自分のやってることをね、24時間ね、自分がいつ寝ていつ起きて、誰も私にいやいや百姓の園さん何やってんだよ、サボってんじゃねえよと言ってくる人はおりませんね。えたまにそういうようなコメントいただいても、うん、どこぞの知らない人なのでいいんじゃないですかそういう話ですね。なので皆さんね、僕がね、どうしてこんなにね、百姓農園さんね、大変そうに見えるかもしれません。でもね、進めるのはパラダイスだからですね。僕はもうね、この暮らしはやっぱり改めてね、やってみてやっぱり素晴らしいということをね、今新規就農5度目ですけど、またこうやって舞い戻ってきましたが、やっぱり素晴らしいですよ、この暮らしはね。面白い、楽しいね。もっともっとこの楽しさと面白さを僕は追求していこうと思ってますのでね、やっていきますけど、これからどんどんね、いろんなことを手掛けていこうと思っております。もうちょっと時間かかりますけどね、はい、もうちょっと金も稼がいで、その稼いだ金を全部そこに突っ込んでいきますので、はい、飲食店ごときの展開じゃ終わりませんから言っておきますけど、はい皆さんが見たこともないオーガニック農園を作りますからね、はい、何なんですかこれは、へー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 っていうようなものを作りますので楽しみにしてください。はいね、えもう私はそのことにおそらくね、人生をかけることになると思いますね。え日本のどこにもないオーガニック農園を作るというのが私の使命でございますね。こんなにね、面白い仕事はないんですけど、でもやっぱり確かにね、食べていくのが大変ですから、なかなかね、ほとんどそうやってね、だから田舎暮らしがどうのこうのって言ってる人はみんなそういう人は散っていくんです。なぜですか。アマチュアだからですね。まずはプロにならなきゃいけないんですね。先ほど言ったように畑に常にね、野菜がある状況を作るということです。わかりますか。それをサボっていては無理なんですね、はい、こうやって畑に常に野菜があるあるから商品になるわけですよね。これを売らなきゃいけないわけですね。その状況に早く行くことなんですね。それにはね、研修に行く必要もあるね、お金を資金を貯める必要もある。それでも1000万とか2000万はいらないですね。300万とか500万あれば十分です。実際私はそうやってやってきましたね。ですからね、皆さんね、
今生きてるのがしんどいとかね、もう会社嫌だと思うんだったら思い切ってね、辞めてこっち側に来ませんかっていうことを僕は20年言ってるわけですよね。でこっち側に来れば大変ですけど、でもパラダイスですよ皆さんねえ。はい、キュウリもう今日は4コンテナぐらいあります、あっちもね。はい、ということでもう野菜がワンワンしております。えらいことです。はい、以上です。それではまたパラダイスへようこそ。